マルクス主義社会学はマルクス主義の観点を応用した社会学の研究。マルクス主義自体が科学的、体系的、客観的方法にとどまり、純粋な規範主義、観点への固執に陥らないのであれば、政治哲学であると同時に社会学方法論とみなされうるものである。従ってマルクス主義社会学は紛争理論の一形態であり、 マルクス主義の目的である資本主義社会の解明に取り組む実証主義的科学であり革命的労働者階級を動員する手段の一つであるとされる。このアプローチは緩やかに定義された学問分野としての批判理論やカルチュラルスタディーズの発展に貢献してきた。アメリカ社会学会はマルクス主義社会学のための部門を持っており、 マルクスの方法論やマルクス主義的分析が現代社会の複雑な動態の説明にいかに役立つかに関心を寄せているとされる。マルクス主義社会学の関心は主に社会と経済の関係に向けられるがそれだけに限定されるわけでもない。特に会分野の鍵となる概念には唯物資観、生産様式、資本と労働の関係などが含まれる。またマルクス主義社会学は 先住民や奴隷状態に置かれた人々、貧困労働者などに対して、資本主義の名のもとに、警察権力がどのように用いられるかにも、関心を寄せているマルクス主義社会学者が提起する主な課題には、以下のようなものがある。社会学理論の分野において、マルクス主義社会学は主要な社会学的パラダイムの一つと認識されており、紛争理論や、 批判議論と結びつけられている。マルクス主義自体やマルクス主義哲学とは異なり、マルクス主義社会学は階級革命をさほど重視せず、実践の批判哲学よりも社会の客観的な政治経済学的研究が重視されている。このため、この分野は経済社会学の一つの分野と理解することもできる。本説の天気カール・マルクスの思想に影響を受けた。 マルクス主義社会学が登場したのは20世紀初頭のことである。社会学におけるマルクス主義学派の最初はカール・グルンベルクやアントニオ・ラブリオラをはじめとするオーストリア・マルクス主義と称された人々であった。この分野の展開の大部分は学会の外縁部で起こり、マルクス主義者たちはブルジョア社会学に反対した。この勢力は一時は ロシア革命によるソビエト連邦の成立によって勢いを増した。しかし、ほどなくして社会学自体がソ連の中でブルジョワ科学として弾圧されることとなった。数十年後、社会学は共産権諸国においても再建され、マルクス主義社会学の中には二つの異なる潮流が発展することとなった。かつて国家が支持していたという経緯から、 ポスト共産主義諸国においては、マルクス主義思想への反発がある。しかし、マルクス主義社会学は、残存する共産主義国家からの強制、支持をなお受け続けている。ありがとうございます。